ブラックサポテはメキシコ東部、中央アメリカ、コロンビア南部を原産とする柿の木科の種である。他にチョコレートプリンフルーツ、チョコレート柿、スペイン語でサポテプリエットとも呼ばれている。上緑樹で成り木になると25メートル以上の高さに成長することがある。霜には弱いが多少の霜でも耐えることができる。葉は新緑色で光沢があり、形は 卵形から楕円形であり、長さ10から3 0トルである。大花しか開花しない樹木、自家不和合成であるが大花とメバナ等を咲かせる樹木がある。種子から育てた場合、果実が実るまで約3から4年かかる。成熟した果実の全体と、切片ブラックサポテの果実は、トマトに似ており、直径5から1 0トルになる。成熟すると、花碑は、 オリーブ色から黄色がかった緑色になり、果肉は未熟時は白色であるが、成熟するとチョコレートプリンのような香り、色、歯触りになる。種子は12個以上ある。歯触りはパパイヤに似ている。ボニングでは熟した果実はチョコレートプリンのような味と説明している。未成熟の果実には強烈な渋みと苦みがある。繁殖は通常種子から育成する。 数ヶ月間発芽能力があり、種まき後、約30日で発芽する。ブラックサポテの品種の中には、種なしもあるが、その場合、取引あるいは滅菌によって繁殖する。ブラックサポテは、通常、標高600メートル以下で見られ、土壌はそれほど選ぶことはなく、多少の霜でも耐えることができる。干ばつには弱く、乾燥地では、 考えを必要とするが、洪水のようにタウンの環境には強い。発芽後、3から4年はかなりゆっくり育つが、その後急速に成長する。時間は10から12メートル取る必要がある。ありがとうございます。